ました。関係欄から来たり、しかしこういうシーン、次から鮫島、宮間に来て、このシーンです。鮫島20分のシーンです。そして31分、有吉取ってくれました。生まれたところなんですが、冷静に宮間キャプテン決めます。日本先制、32分、歓喜のシーンです。ところがここで厳しい判定、大谷選手香港にファール、グルグルでしたね。そしてウィリアムズが PK を沈め、前半40分のシーンです。佐々木監督もこの表情です。そして結構押し込まれた後半、イングランドのこのシーン、長くす、そしてこのエレン・ホワイトのシュートもヒヤリとするところ、かいおりナイスセーブ。19分のシーンです。結構の元気でした。危なかったですね。そして後半に来て、やっぱりリズム刻める岩渕ですね。はい、切り替えます。ガラッと変わる、やっぱり危険なリトルマナー。そしてパースミからのこのボールが相手のオウンゴール、バセット痛恨。ボール手投げ見ると、はい、しっかり入っています。アディショナルタイムでのオウンゴールでの勝利、はい、本田さん、記憶ないですね。ないです、ないです、ない。